いらっしゃいませ。あなたは何が知りたいの？宇野薫のエネルギーバー。ありがとうございます。今日はきっとフレッシュな、ね、方がやってくれてるんでしょうね。はい、宇野薫のエネルギーバーのお時間です。イエーイ。はい、今度はぴったりでしたね。ありがとうございます。はい、今日は私久しぶりで一人のエネルギーバーをお届けしたいと思います。ちょっとね、今日は丁寧にいろいろとね告知をしていこうと思うんですけども、まずですね、こちらのスタジオトレイルが使用されておりまして、オゾン発生器なんですよね。でこれね、すごい小型なものなんですけど、すごいこう端っこの方にあるんですけど、なんとこれね12畳分まで効率よく効果を発揮するんだそうです。すごいですね。なのでいつでもどこでもあらゆるシチュエーションで除菌消臭効果を発揮しているということです。なのでこちらのねスタジオ、除菌とかコロナ対策もしっかりしているということで、スタッフはマスクをされてるんですけど、私の方は外させていただいてお届けしてまいります。はい、とですね、今日は一人でお届けしますので、久しぶりに何かコメントなどありましたら、こちらのですね、アズパン FM ですね、ツイッターの方までご質問、コメントなどお寄せいただければ、放送中に私のところにコメント来たら、お答えしていこうかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、さて皆さんは今日金曜日ということで、久しぶりに、桜もね咲いてきて、もうちょっと散り出してますよね。昼間すごい綺麗なんですけど、夜すごい風でちょっと寒かったなみたいな感じなんですけど、皆さんお帰り寒くなかったですかね。そんな感じで、ちょっともう来週ぐらいにはねだいぶ散っちゃうんでしょうね。ちょっとね明日ぐらいとか、日曜日が天気がまた東京崩れるらしいので、残り少ないちょっとね春の桜っていうのを楽しみたいなと思うんですけども、はい、ちょっとね私毎日毎日なんか施術したりそれ以外のことをしていたりとか結構忙しくしてまして、今日ね何を喋ろうかなと思って1週間前にね一応企画は出してるんですけど、その時に出したことと結構今日喋ろうかなと思ったことがずれてたりはするんですけど、なんとかかんとか多分まとめると思います。喋りたいことをね喋っていこうかなと思ってるんですけど、ですね今日はそうですね、日々体ってコンディション変わりますよね。皆さんまずそこを気づいてるのかなっていうのも思うんですけど、今日はね願望実現にのために大切なことっていうのをちょっとお話ししようかと思ったんですけど、はい、ですね、それには心とかね脳とかね、心と脳と体か、とかあと運とか、そういったようななんかいろいろねエネルギー的なところを話さなきゃいけなくなるんですけども、そんなことをねちょっと今年に入ってから運のことなんかもすごい喋ってると思うんですけど、やっぱり喋り足りなくって毎度毎度ちょっと違った切り口で喋ろうかなと思って、ちょっとねいくつか今日は大脳生理学と心理学を応用したちょっとメソッド的なことをねお伝えしていこうかと思います。はい、脳の使い方を知るっていうのがねすごく大事なんですよね。で行動を起こしていくことで運っていうのが科学的に引き寄せることができる、スピリチュアルなことみたいにね運って言われることが多いんですけど、そうとは一概に言い切れないよっていうことを私はちょっとお伝えしたくって、はい。で脳っていうのは言葉とか動作とか表情、アウトプットの機能とイメージとか思い込みとかねインプットの機能があるんですよね。まず出力とかこう出すのも中から来てるし、出したことを受け取るっていうのも脳の役割なんですよね。はい、だからちょいちょい私言葉の話をすごくすると思うんですけど、マイナスな言葉を出力するとそのまま脳にインプットされるんですね。でこれがその状態をインプットしてしまうっていう状況で負のスパイラルを生み出すんですけど、逆にプラスの言葉をね出す癖ができてると脳っていうのはポジティブなイメージを入力するので
まあ、いいこう循環が起きるんですよねってことです、単純に言うと。で、運がいいとか運が良くないとか良くも悪くもないって考える人もね、何かのきっかけで簡単にこうマイナスの方向に行くってこともありえるってことなんですよ。体もね、ちゃんとこう整えてると、まあ、自分がポジティブだとかすごいいい状態をキープしてるってずっと思い込んでても、人の体ってそうそう簡単にそのままキープできなかったりするんですよ。簡単にね、負の状態に戻ったりっていうか点になったりするんですよ。変わったりするって意味ですね。だからそのためにね、努力をする必要があるってことなんですよ。ある程度その今の自分の状態っていうのを知るってことと、まあ、運とかね、願望実現とか何かこう成し遂げたいとか成功したいって思ってるであれば、それに向かって何かをいろいろ日々していなきゃいけないんですけど、でもね、脳のモードって結構簡単、脳ってねすごく単純なんですよね。簡単に書き換えることができます。で、脳のモードをねよく切り替えることも悪く切り替えることも簡単で、どちらのモードになるかっていうのは皆さんの考え方とかね、行動次第なんです。で、今回は脳科学とね心理学のアプローチからの考え方と行動とか環境っていったような、3つの柱をね軸にちょっと願望実現とか、成功とか運を呼ぶっていうのはどういうことなのかなっていうのをちょっと語っていきたいと思います。はい。で、不平不満とかね、言っちゃいけないってことじゃないんですよね。不平不満とか心配事、マイナスな言葉っていうのはですね、簡単に言えば暗くなるとか元気がなくなる言葉のことを言うんですけど、世の中って、考え方によってはストレスになるようなことで溢れてるっていうふうに思う、方もいると思うんです。実際なかなか自分の思い通りにならなかったり、イラッとすることはあると思うんですよ。それは人間は感情があるのでしょうがないです。聖人君子のようにね、神のような、あとキリストのようにとか、マザーテラサのようにとか、そんなに人間できてないと思うので、思うことは悪いことじゃないんですよね。チッてこうなったりすることもなくはないです。私でもこうすごく心がこう何ですか、穏やかというか、そんなにイラッとはしないんですけど、さすがに何回もなんか言ったこととか、なんか教えたのにあれっていうような、あまりに配慮をかけたような LINE が来たりとかするとピッてなる時もなくはないです。やんわりお伝えするんですけどね、ついさっきそんなこともありました。はい。だけどマイナスな情報が入力されても、そう、逆にこう絶対プラスにしなきゃいけないっていう風に言われたとしたら、それがストレスになると思うんですよね。だからそれはそれでいいんです。ただ、例えばね、上司から残業を命じられたとしましょう。今日2時間の残ってくれないかと言われた場合に、絶対できないとかね、帰らなきゃいけないっていうんだったら別なんですけど、仕事が残ってるんで2時間残業してくださいと言われたら、ちょっとこう帰りのね、マラソンで例えるならゴールがちょっと引き伸ばされたような形になりますよね。なので、ちょっと残念な気分というか不満になりますよね。みたいな感じで、お腹空いたから帰ろうと思ってたのにみたいになるかもしれない。で、この場面で使えるのは3秒ルールっていう考え方があります。よくね、3秒ルールっていうと落ちたものを拾うのに3秒だったら大丈夫みたいな3秒ルールを思い出す人もいるかもしれないけど、思考でも同じことが言えて、プラスの言葉に置き換えるってことです。残業で言えば、仕事で頑張ってこのあとビールの一杯とかね、例えばデザートちょっとじゃあ自分にご褒美あげようかなって思って、その後のビールが美味しいぞっていうふうに思うとちょっと頑張れるじゃないですか。はい。そんなことでね、脳は結構思ったことよりも口に出した言葉っていうのをすごく信用するんですね。なのであとさらにね、言葉以上に動作とか表情、自分がその普段こうどういうなんかそういう動作とか表情してるかっていうのを信用するのが脳なんです。視覚的な情報をすごく大事にするっていうんですよね。感覚的なところです。だからできるだけ言葉っていうのもそういうふうに言い換える、
一回自分の中でなんかこう無意識な言葉が出ちゃったと、まあ、感情が出ちゃったとしたら、よく言い換えてあげたりとか、自分の中で自己改革することが大事なんですね。だから自分が今何を感じてるかとか、そういう変化に気がつくこと、どっかが体がこう背中が痛いでもいいんですよ。私は脳とか心とか体っていう全部のことを一応知っているので、それをミックスしてすごく考えることが多いんですけど、わ今日なんだか肩凝ってるなとか背中が硬いなとか、なんとなく歩いてて今日はお尻が硬くなってるとか、すごい結構その変化をすごく感じるんですね、なかなかそれを日頃から考えられてない人っていうのは、元からもう体が結構鈍い状態になってたり硬い状態になってることが多いので、まあ、一回緩めてみたり、その自分のね、コンディションを整えるってどこから始めてもいいのかなと思ったり、ちょっとこのあとね、他の、環境を変えるっていうところの動作とか、いろいろちょっとやったらいいよってこともお伝えしてみますね。はい。でね、願望実現とかっていうと、ある意味ちょっと成功したとか、成功の法則とも言えるじゃないですか。で、成功してる人って、共通点があるんですね、まあ、いかにゴールをイメージできてるかってことなんですよ。そのどうしたいとかっていうのが結構明確、自分はこれがしたいとかあれがしたいとか、さっきの感情とか自分の体っていうことでも敏感だっていうのと同じなんですけど、能力とかね、学歴は関係ないんです。これに成功するのって結構強い信念だったり、そのイメージできてるか、よく、まあ、ここで具体で一応1個挙げるとするならば、まあ、孫正義さんとかソフトバンクの、結構そのピンときてこれが日本で流行るに違いないとかって言ってソフトバンク、まあ、iPhone 持ってきたりとか、いろいろこう企業買収をされたりとかしますよね。なんかそういうね、直感だったりその辺のところっていうのは、いかにこうそのイメージ、まあ、ビジネスに対してもイメージができているとか、自分に対しての自信があるとかね、結構そんな感じで、いかにゴールをイメージできるか、そのイメージ力っていうのがすごく大事ってことです。世の中にまだないものを広めるとかっていうことを、考える、その想像力ですよね。で、だから脳の使い方とすごく密接なつながりがあるので、イメージ力って大事なんですね。で、例えば、まあ、ここでもちょっと聞きますけど、もし、まあ、成功したいっていうのかな、自分の人生の夢みたいなのがあるとして、なんでそうなりたいんでしょう、まあ、仕事で成功したい、まあ、ちょっと漠然としてますけど、仕事がうまくいきたい、まあ、自分の好きなことがやりたいだったり、あとは資格試験とかかな、まあ、そういうのだったり、ちょっと目の前の分かりやすい目標とかっていうのを、なんであなたはじゃあそれやりたいんでしょう、合格したいんでしょうだったり、あとは、いい人を見つけたい、まあ、婚活してる人もいるかもしれないので、恋愛うまくいきたいって思ってるんだったら、恋愛とか婚活うまくいきたいんなら、あなたはなんでそれがやりたいんだろう、成就させたいんでしょうってことをちょっと考えてほしいんですよね。なんかそのそれが価値観がみんながそうなるからそうやってるとか、親に言われたからなんとなく婚活をしているとか、ちょっと焦りとかね、そういう自分のエゴみたい、まあ、エゴでいいんですけど、自分のやりたいことっていうのは何か、本当に自分の中から出たものだっていうのじゃない限り、あなたの考えてることっていうのは結構実現難しいものであればあるほど無理なんですよ、できないんです。なんか自分の中の、闇雲にゴールして、ゴールとかね、そういう努力してもゴールにたどり着けなくって、イメージできてないとその先に進むことって結構難しいんですね。っていうのは努力しないとゴールにはいかないからなんですよ。ある程度それが簡単とか難しいにかかわらず、まあ、よっぽどすごく低いハードルならいけるでしょうけど、じゃなくて、なんかなんとなくぼんやり、なんか数字だけ、私は特に数字だけの目標を決めちゃった時はなかなか難しいんですけど、例えば月収100万とかって言うとしましょうか、月収100万欲しいですとかって言うと、なんかこうそれだけが数字として出てきただけで、あなたはなぜじゃあそれがやりたいんだって言った時によくわからなくなっちゃうわけですよ。
だから、その根拠、なぜそれがっていうのとか出てこないと無理なんですね。で、常にポジティブにできることを信じてゴールを明確に思い描く人は結構最短ルートでそれが実現に向かうということなんです。でね、私ちょっと今月かな、この前運がいい選手権というかオリンピックがもしあったならば自分はメダルが取れるに違いないって本気で言った男の子がいたんですよ。20代の子が、へーと思って、私も自分は運がいいと思ってるわけですよ。でもその目の前の20代の子がね、いや僕すごい運がいいと思ってるんです、オリンピックがあったら絶対メダル取れますみたいなことを言ってて、おすっごいプラス思考な子だなと思ってすごい好感が持ってたんですけど、だから世の中で運がいい人のほとんどっていうのは自分が運がいいってことをはっきり自覚してるんですよ。だから運がいいっていう風に捉え変えちゃった方が早いって話ですね。運って偶然の産物じゃなくて結構ねコントロールできるんですよ。自分が運がいいって思えばいいだけなんで、簡単でしょ。一般的にね、人の脳って否定的なイメージを日々ね蓄積してしまうものなんですよ。だからこそ自分でいい感じでね、運がいいっていう風に楽天的に考えるっていうのは意識しないと結構難しいんですよ。そうだから自然となんかいい状態がインプットされやすくなる。まあ違う運の悪いこともあるかもしれませんよ。あるんだけどね、結構リセットされるというか忘れちゃうんです。翌日には結構それがねクリアできてたりするんで、日々自分が運がいいって思ってた方が得ですよね。はい、そうで、人の脳の話まだちょっと引き続きしますが、じっくり考えて物事を判断するんじゃなくて、何か起こった時に快感、快の方か不快な方かっていうので大体判断するんですよ。だから感覚がすごく大事なんですね。でこれを司っているのが扁桃核っていうところで、あと運がいいっていうイメージを持ってることで扁桃核っていうのがすごく快の状態、快感の方ですね、気持ちいい方の感覚になって、マイナス思考が身についているのを無意識にプラス思考のモードに作り変えていくことができるんですよ。だからまあそういうことですね。自分が運がいいって思ってると日々結構気持ちよくねこう暮らせると思うんですよ。でもう一つ運がいい人の特徴なんですけど、肩の力が抜いて生きてるんですね。ちょっと想像してもらいたいんですけど、やっぱり私たち日常生活の中で結構自分の気を張り詰めてる、知らないうちに体に力が入ってるとか、結構ストレスを感じてると体って硬くなるんですけども、気がつかないっていうこと、まあ、その気が張り詰めてるってことも気がつかないことが多いんですけど、リラックスすることで思わぬ発見をすることがあるんですね。だから体を緩めるってことはすっごく大事なことなんですよ。でこれで、心理学的な話でも神経症的傾向っていうのに関係します。緊張とかね不安に弱い人っていうのは探そうとしていないものに気がつく力が乏しいんですよ。まあ、様々なね自分の中で考えた問題っていうものに対して頭がいっぱいになっちゃって、まあ、ごく狭い範囲の集中、まあ、注意っていうんですかね、そこばっか見てるわけですよ。問題点みたいな、そのなんか日々のね囚われてるんです。いろんななんかこう本当はそれこそ外とかって空気も気持ちよくって桜も綺麗でとか、なんかいいものがあるかもしれないけど、自分が今部屋の中にいてなんだかこう仕事に追われていてとか、なんか狭い範囲のもので囚われてると身の回りにあふれてるね予想外のチャンスっていうのを見逃しちゃうんですよ。誰かこういい人と出会ったとしても忘れ、まあそのチャンスをね見逃すとかね。でいつも穏やかで落ち着きがある人っていうのは普段目が行くところ以外にも目を向ける余裕があるというか、思わぬ幸せをね人とのご縁なので掴むことができる。で近くにあるチャンスに気がつけるってことなんですね。そう、まあ運のいい人っていうのは大体不運とかにこだわらなくて、まあ、あります、私だってたまにねあるんですけど、あんまり引きずらないんですよ。忘れちゃうことにしているというか、
一応ちゃんと対処はするんですよ。なんかやっぱりトラブルって人がいた場合は仕事でもつきものなんで、こっちが誠心誠意やったとしても、送った品物に、まあ、不備があったとかね、ちょきちんとして送ったんだけど、なんかこう機械だったりすると一部動きませんってなってみたりとか、そしたらそれはそれで、まあ、こっちはちゃんと確認して送ったんだけど、向こうで組み立てた時にうまくいかなかったってなったら、まあじゃあしょうがないから、まあ、そしたらキャンセルじゃないけど一回その取引をね送り返してもらっても中断するか、もうちょっと保証期間過ぎたりしてそういう連絡があったら、まあそういうことだったりね、まあありますよね、そういうことだったりあるんですけど、まあ、その辺を成長の過程、その起こる出来事ある程度もう仕方がないので、それにいちいち反応するのではなくて、感情は乱されないんですよね、誠実に対応するってことです。うん、で次に素直に心の声にね耳を傾けるっていうのがあるんですけど、本能とかね直感っていうのは誰にでもあるんですけど、いまいちこう正体わからないじゃないですか。まあひらめきとか虫の知らせってなるとね、ちょっとわかる人とわからない人があるかもしれないけど、ひらめき直感っていうのは、まあ、想像の源だと思うんですけど、ここで言うところの人生を左右するような重要な決断をするときにどのように直感を働かせるかって結構大事なんですよ。まあ、心理学でね最も関心が集中してる無意識、その意識してないところっていうのがすっごく大事で、よく顕在意識と潜在意識、まあ、集合意識みたいな形でこう氷山の一角みたいな、そういうのを見られた方がいらっしゃると思うんですけど、運のいい人っていうのはその他のね、まあ、運が悪いとか特に運がいいっていうふうに思ってない方から比べるとはるかに直感に従って行動しています。で、その直感っていうのはね驚くほど結構当たってるんですよ。だからその考え、一応左脳じゃないけど脳も使うし使うんだけど、直感なんとなくこの予定には行きそうだな、まあ、そこの予定がもし募集人数が6人って言ってて、なんか行きたいイベントがあるんだけどまだ空きがあったら前日に申し込もうかなって思うとするじゃないですか。だいたい空いてたりするんですよね。なんとなく行くことになってるというか、いや埋まっちゃったら私別にわざわざそこに行かなくてもいいかなってちょっと思ったりするんですけど、いやでも、まあ、それ行くべくしてそうなるんだなってことだったり、そういう人とのご縁みたいなことだったり、余裕を持ってね、その辺の直感みたいなものっていうのはその人と、最近知り合った方だったとしてもなんとなく、あその人がこうイベントやってるって言ったら面白そうと思ったら行くことにしてるんですね、私なんかはね。それってねすごく今のご縁がつながってる方なんだなと思うからそういう風になったり、そっからなんかいろんなこう後先はあんま考えなくてもどうにかうまくいくってことがあったりします。はい。でね、直感を磨くにはどうしたらいいかってポイントなんですけど、頭を空っぽにするような気分転換とか、よく瞑想みたいなね3分間何にも考えないで、何にも考えないでっていうのは自分の願望だけをその繰り返すみたいな、でもその中で言うだけ、言葉を言うだけにして、頭を空っぽにするみたいなのも瞑想の中の一つのやり方ではあります。それ以外もっと簡単なのだったらお風呂にただ入ってぼーっとするでもいいと思うんですよ。だったり、美術館、普段美術館あんま行かないけど、行ってみようかなってなってぼーっとしてみるとか、外で公園でぼーっとしてみるでもいいし、なんかぼーっとするその頭を空っぽにする時っていうのもどっかで必要なんですよね。寝る前までにスマートフォンをずっと見ていたりとかしてると、なんかこう本当は脳が寝てる間にいろんなこうガラクタというか脳の中のいろんなね余分な記憶っていうのを消さなきゃいけないんですけど、そこが休まなかったりいろいろとねよろしくないことがあるので、まあ、たまには毎日毎日そんな余裕がね持てないっていう方は、まあ、少しそういう時間を持つ、本当に疲れたなと思った時はお風呂に使って5分とかじゃダメですよ。もうちょっとね暑いお風呂に5分とかだと逆に交感神経優位になるので休めません。なので、そうじゃなくって、まあ、5分以上、もうちょっとぬるめですよね。私39度ぐらいとかでもいいと思うんですけど、まあ、あんまり熱すぎないお湯に入るっていうのは大事ですね。うん、そう。
じゃあ次いきますね。やっぱり言語化ってすごく大事なんですけど、夢とか目標っていうのをね、最近見れない方がすごく多いんですよ。大人になると20代の子はね、結構スラスラ何したいのって聞いたら、この前会社辞めたばっかりの、青年と話をしたんですけど、彼は駅が好きで日本のね、いろんなところに行きたいと。へえ。で、私と話した時にはその1個ぐらいしか言ってくれなかったんですけど、後で聞いた時に、他の男性と話をしてたら、ラーメンもう全国の食べ歩きたいで、ついでになんだっけな、なんかすごい 3,4 個言ったんですよね、バーっと。あ、すっごい夢いっぱい出てくるこの人と思って、あ、やりたいこといっぱいあるんだなって思って、ちょっと羨ましく思ったんですよね。私何したいんだろう、結構仕事好きだしなと思って、人の役に立つの好きなんで、あんまり、まあ、自由な時間は好きですけど、意外と欲しいものとか現実的になっちゃうんですね。家とかね犬が飼えるようなところがいいなとか、なんかそんなことだったりね。でもその言語化するってこともまずしないことには何もイメージにならないんですよね。思ったこと、考えたことが実現化するので、何にも思わないのに今の生活が変わるってことってありえないんですよ。だから本当に何か、やりたいとか変えたいって思うんであれば、ぜひそれをね、もう手帳とかノートとかに書いてほしいんですよ。で、書いておく。で、また忘れた頃に見るとかっていうのをやって、まあ、家の中に貼れる人は貼ったらいいし、それを見れば見るほど、それが写真でもいいです、イメージでもいいので、やると全然違います。日本にはね、言霊っていう言葉に魂が宿ってるって考え方ってあるじゃないですか。ありますの で現代でもね、脳って未知の世界なんですけど、言葉との関係は明らかにだいぶなってきたんですよ。で、脳は思ってるだけのことより、やっぱり実際に口走った言葉を信用するんですよ。だからただぼーっと頭の中で漠然と思ってるんじゃなくって、はっきりと口に出す。やっぱりね、言うとそっからまた耳にから入るじゃないですか。とか、まずね、人に夢を語ってる段階で自分に言い聞かせてるんですね。だから、それが叶う叶わないの話じゃないんですよ。できそうもなくてもいいんです、別に。自分がやりたいんだったら。まずそれをね、速攻言うことをおすすめします。うん、で、逆にできないかも。って思って言ってしまうと、それが脳に入力されちゃったりするんで、理想から遠ざかるんですね。だから言葉にするのはポジティブなことに限りましょうってことです、うん、でね、脳はね、やっぱり新しい情報を記憶していくので、まあ、潜在意識のでもですね。だからたとえ何事を言ってもね、すぐその後にポジティブな言葉で言い換えれば OK です。なんて便利なんでしょう。上書き OK なんですね。で、楽しいを基準に物事を考えたり、不可能なことが可能になるとかね、運を引き寄せる最高の考え方って未来思考なんですよ。だから、未来を変えるっていうことですね。よく人と、過去とね、人変えられないんですよ。で、未来と自分は変えられるっていう言い方があるんですけど、そう。で、もし夢が見つからない、私何したいんだかよく分かりませんっていう方がいたとしたら、1個やり方があります。逆にやりたくないことリストっていうのを書いてください。やりたくないことが書ければ、逆をやればそういう生活がいいってことになるので、何か自分が嫌だと思ってることは逆にそういう方はね、いっぱい出るんです。だからまずそこ書いてください。うん。で、特にやっぱり言いたいのは、書いて、まあ、その快感の方で言うと、ワクワク楽しいっていうような基準、自分がやりたい気分が乗るなって方向で物事を考える。で、目標実現ができない人の多くっていうのは、どうせ無理だろうとか、やる前から諦めだから、こう人がすごくこう簡単だよって言ったことに対して難しいっていうような捉え方をしてしまうので、そういう風な感情を持つと、なんか義務感とかプレッシャーを感じるんですね。だからどっちもね、実は勘違いで不要なものなので、その言ってる人が簡単だよって言ったってことは、その人にとっては簡単なんですよ。あ、じゃあそういう考え方ってあるよね。だからこの人の価値観では簡単、まあ、実現できてることというふうに事実をフラットに捉える。
じゃあこの人がそういうふうに、できるようになったんだから、私とその人の違いって同じ人間だし、別になりたいならあなたはなる権利があるわけなので、難しくない、ただ私はやったことないだけだっていうふうに捉え替えてほしいんですよね。そう、よく私ができるからあなたもできるよって言い方をすると、無理っていうような、ね、反応になる人がいるんですよ。かもしれないけど、でもやってもいないうちにできないを言うのはそれは勘違いだよっていうことをすごく言いたいし、なんかね、自分で例えば今お金がないからできないみたいなことを言う人がいるんですけど、それってあなたはじゃあお金を持つ権利がないっていうふうに自分に言ってるよねっていうことで、あなたの今の現状は知らないけど、お金がないって口に言った時点であなたの中にそのお金がないっていう状況がインプットされてるんだよねと思って、なんかいやだって生活できてるんだからお金がないってことは多分その人ないんですよね。だけどたまに忙しいからっていうような意味合いで、言う人がいるんですよ。なんかそのかおちゃんのとこに行きたいけどなんとかかんとか、まあ私かおちゃんって言われるんですけど、あの施術受けたいんだけどなんとかかんとか、いやいやそれは別に受けたかったら多分そういう人って来ると思うし、実際来てるし、だったら来なくてもなんだろう、なんかその来なきゃいけないと思ってプレッシャーに思ってるなら別にそれは多分必要ないと思うし、なんかそれをね枕言葉でお金がないからをつけたらすごいもったいない。いやだったら別にね、あの素直に言ってくれてらね、あの今日はこれで帰るねとか言ってくれればいいのに、なんでにあの日本人ってすごい謙虚すぎてね、なんか変な枕言葉をつけちゃうわけですよ。謙遜するっていうか、なんかね、あの自分が気持ち悪いなって思った言葉はぜひ使わないでほしいなって思います。はい、じゃあちょっと前半喋ってきたので、ここでね一曲曲をお届けしたいんですけれども、今日の曲はですね、私ケツメイシが結構好きでして、その中でもLife is Beautiful、 この曲結構好きなんですよ。でこの曲ね、ちょっと歌詞を聞いていただくと、なんか私多分この曲の思い出があるのは多分失恋した時かな、なんかすごい30代ぐらいに聞いてた記憶があるんですよね多分。なのであのすごいいい曲なので、歌詞があの私はこれ大好きなので、ぜひ皆さんも聴いていただければと思います。ケツメイシで Life is Beautiful、 どうぞ。目的夢もよく見えないここから
が時は経って過去は去って今日も新しい日々が待ってる。時に投げ出す自分を拡散、誰しも同じ想いがあるはず。不安な心抱えた悩み、それは神様が君に与えた課題。現実の理想をさまよう前に、立ち止まる勇気に失う前に、もう振り返りたくない過去でもこれからの幸せの数々数えよう。今を急がず望みを任せ、ありのまま気負わず君らしくあれ。窓からの朝日その目を覚まして、君しかできない笑顔を探して。クロークロー声が自分におはよう、ハロー、もう辛くないよ。泣いたり悩んだりするから人生は美しい。ボディフロー変えた自分におはよう、ハロー、もう辛くないよ。泣いたり悩んだりする君だからこそ美しいから。些細な願いも小さな幸せも消えてしまいそうな君へ、目の前にあるもの信じられなくなったと思いやりなったよと呟いた君の言葉聞こえたから、僕らは君のそばで歌うよ。君が笑顔になるのなら素晴らしい人生の途中から、また再び笑えるのなら美しき人生の友だから。流した涙がいつか花を育て咲かせて、君の目の前に広がるはずだから、君が乗り越えた壁はいつか君を守る盾となって、君をそばでいつまでも支える。君が探した涙がいつか花を育て咲かせて、いかがだったでしょうか。いい曲ですよね。うん私はいい曲だと思っています。はい、では後半ですね。さっきから脳の話結構してると思うんですけども、脳ってね、経験してないことを、まあ、とか自分の目で見てないことをイメージするっていうのがすごく難しいんですね。よくだからできることってイメージできるって言うじゃないですか。だからスケールがまあ大きかったり、自分が経験してないことをイメージするってすごく難しいんですね。で、そういう場合は周りにいる自分の理想に合った成功者を探してほしいんです。身近な人、まあ、例えばこれってエステとか整体とかお店に行く時も同じだと思うんですけども、あと、まあダイエットとかそういうのであれば、できるだけ自分と同じような、レベルというか、そういう克服した体験を持ってるとか、明らかにその運動不足な人が、アスリートとかそういう方ばっかりを見てるような人のところに行くと、ちょっともう差が開きすぎていて、
もう共通認識がちょっと違うので、できたらね、ちょっと頑張ったらできそうな成功者っていうのを見つけてほしいんですよ。そういう方に行くとすごく相性が良かったりします。で、まあ、同僚とかね、先輩とか友人でもいいんですけど、ちょっとその自分ができるだけ身近にいる人の方がリアリティが出ます。で、その人がどうしてるかとか、やっぱりできるだけ身近に見たり聞いたりじゃないんですけど、一緒に空間を共にするだとか、話を聞くだとか、話をするとか、する機会をね、設けて、その人を想像したりとか、空気に触れるみたいなね、自分の未来像を作り上げていくっていうことが結構イメージの中で大事です。でね、まあ、夢とかね、目標を実現させるためには、今の自分の実力っていうのは一旦置いてください。無視。で、たとえまあ現実的じゃないとかね、常識では考えられないことでも、一旦それは自由に思い描きましょうと。で、できるだけね、長期的な見方をすることが大切。で、長期的な目標がないまま、最初から短期的な目標から行こうとすると、実現可能な範囲なものでしかイメージできなくなっちゃうので、もっとなんかすごくスピードが遅くなるし、実現できなかったりします。だから短期目標は長期を決めた後に決めるべきです。で、あとはつまらない仕事とかそういうのも中にはあると思うけど、面白がる。まあ、無理にでも面白がることで本物になっていくので、そういうことも面白がるっていう感覚が必要なんですよね。そう、その時はね、他人の力を、苦手なことがあるんであれば他人の力を借りましょうと。で、仕事が面白いふりをしたりね。絶対そうすると、面白がることのできる人が集まってきます。で、自分の気持ちも変化するんで、うまくいくようになるというかね、自分のその能力の限界っていうのを自分で決めないようにっていうのは大事かもしれないです。でね、よく心理学とか脳科学的なところで、5年後10年後から自分の現在の自分を見るっていうのもワークとしてあったりするんですけど、成功体験がイメージできるんですよ。一旦だから今の自分っていうのを置いといて、理想の自分、5年後10年後どうなってるっていうのを、想像する力っていうのが大事で、自分が予想した通りの未来っていうのをまず描いてみる。まるまるがしたい、まるまるであってほしい。そう、でもね、それって何々したいみたいな言い方をすると、無理かもしれないって気持ちが潜んでるので、まるまるができている、まるまるしているっていうふうに、達成したっていうふうに予感することが大切です。なんかよくね、お願い事する時にも、している、できているっていうふうに、肯定的に現在進行形で言うなんていうのありますよね。で、この方法で夢が一度実現すると、それが成功体験となって、何度もいい予感をね、イメージできます。これはね、自分以外の人にも有効なんですよ。で、ご夫婦の場合とかだったら、夫が10年後には年収が倍になるっていうふうに言ったとしたら、まあ、奥さんはね、それを信じてあげなきゃいけないですよね。で、できるわけがないって思ってしまったら、夫の運をね、壊してしまうことになるので、互いにね、それを信じ合うことで運って増幅されるんですよ。だから、そういうふうに、人がそういうふうにね、夢を語ったらね、他人もにも期待する。自分だけじゃなくて、プラスの期待を自分にも他人にも持つ。まあ、だって実現する自由があるわけで、ね、できるよって感じですよね。そう、目標の実現にはね、期待を及ぼす影響力大きくあるのでね。やはりなんかね、期待をしてるので、努力する意欲が高くて、その通りの結果になったりします。そう、あえてね、常識を無視するってことで成功をつかんだりもします。だから多くの人は、大体ね、人間関係を気にしながら、いる、まあ、生活していく中で、コミュニティとかね、会社とかお家の中とかでバランスをとってるんですけど、まあ、その中で大きな成功を収める人っていうのは、空気を読まないっていう時もあるんですね。で、常識に左右されなくて、自分の目標とかひらめきとかね、やっぱりそういうものに向かって突っ走る。周りの人がちょっと止めてもね、それを信じてやりきるみたいなところがあるぐらいの人の方が大成功しますよね。熱意は誰もが持ってるんです。ただそれをコツコツできるかがすっごく大事で、だから日々自分が何を見てるかすっごく大事なんですね。周
まずは小さな一歩を踏み出す、なんかそういうなりたい、今年どうなりたいっていうのがあったとしたら、そのために1ミリでもそっちに近づくように今日の行動を何かやるみたいなね感じだったり、現実に目をそらずコツコツ進むみたいなことです。そう、先ほども言ったんですけど、自分の理想に近づけるにはまず長期的な目標を掲げることが必要なんですけども、実現するためにはコツコツちっちゃなことをやらなきゃいけないと、そのね両立が大事なんですね、長期と短期と。だから今年はこういうテーマでやろう、こんな風にやろうって思ったら、毎月のなんとなく今月はこんな感じこんな感じっていうのが、まあ、運気も違いますけどね、気分も違ったりするんですけど、なんとなくこう刻んでいくんですね、細かくしてって、じゃあ今週はとか今日はみたいな感じで。できない日もありますよ、もちろんね、午前中なんとなくぼーっとしたい日もあるでしょうし、あるんですけど、でも何かしらそのための行動を1個でも2個でもしていくことによって大きく変わっていくってことですね。そう、やりたいことができる人っていうのはね、やるべきことを確実にやってる人なんですよってことを理解しておきましょう。まあ、大体ね、小さな一歩は全てそこから始まりますからね。で、できることを繰り返し行う。で、できることを繰り返しやってる人っていうのは、何もしない人ってすごく不安なんですね。不安に感じてるようだったら多分何も動いてないせいだと思うので、何かしら行動してみましょうってことです、ね。気づきにくいところにチャンス隠れてたりとかしますので、なんかそういうことですね。まあ、あと行動のところで言うと、まあ、他人のね話を素直に聞くだとか、これってね、狭い価値観にとらわれない、他人の話をよく聞く人っていうのは成功するって言われてるんですね。で、運のいい人っていうのは特に新しい経験を喜んで受け入れるので、自分の価値観知識にとらわれてると、せっかくの重要なキーワードとかチャンスって逃すことになるので、何かそういうきっかけがあった時にはまず耳を傾ける。で、判断材料が自分にないんであれば多分知識不足です。で、なんか話聞いてるうちに、この人は あんまりここの部分で分かってないんだなとか、私の方が知識が上だなと思ったら、それはそれで優しく教えてあげればいいし、じゃない、私の知らないところだったら素直に聞いたらいいしっていう感じで、なんかね、自分の時間取られるからなんか嫌だなみたいな感じで、勝手に自分の中で今までの価値観で判断しないことって大事なんですね。特別な先入観とか必要ないので、あるがまま、なんかそういう、こう情報っていうのも実は超意識、集合意識みたいなところで、いろんな知識って共有されているものなので、そういうのがたまたま自分に今来ただけっていうこともあり得るので、なんかね、自分の頭で決めつけない方がチャンスってやってきます。で、あとは、まあ、当たり前なことなんですけど、なんか自分がどういうことしたいですかって、たまに私カウンセリングのセッションもするので、して願望実現のセッションした時に、例えば部屋をきれいにしたいですっていうことを言う人だとか、あとは30万の年、月収が自分の副業で欲しいですとかっていう風にね、月収30万をまずもらえるようになりたいですみたいなことを具体的に言う方がいるんですけど、でもじゃあいつまでとか、何をじゃあまずやりますかっていう、そのワクワクを感じたりイメージしてもらうってことは、まあ、ワークの中でやったりもするんですけど、最終的には行動に落とし込まないと、その人の現実は一歩も変わらないんで、そこもね、何をやるかってところを最後ね出してほしいなって思います。なんかやりたいと思うんであれば、あともう1個2個ぐらい喋れるかな。具体的にはね、ちょっとこっからねすっごい具体的なんですけど、1ヶ月に4人の友人を作るっていうのがありまして、皆さんネットワーク広げるじゃないけど、いろんな人に日々出会ってるんですよね。今までもたくさんの人と出会ってるんですけども、できたら、たくさんの人に出会うチャンスっていうのを増やすことで、チャンスに出会う確率っていうのも高くなるので、もともと交友関係の広い人っていうのは対人関係の、まあ、磁石というかね、魅力的なところたくさんあると思うんですけど、出会う機会って結構いっぱいあると思うんですよね。だし、1ヶ月に4人って結構無理じゃないかなと思ったり、であとはなんかね、選択肢がやってきたら茨の道の方を進んだ方がいいっていう、苦労する方を進んだ方がいいっていうのがあります。楽な道よりも苦労するやつっていうのが、成功者の人は結構こういうこと言います。あと今までの人脈じゃないけど、知り合ってる人に疎遠になってる知人に連絡を取ったりとか、刺激情報を与え合うっていうのを、この人どうしてるかなって頭にひらめくとするじゃないですか。そういう人がいたら、それをねぜひやってくださいって感じです。
や、もうそろそろ時間になりそうですね。あとね、もう一個ぐらい言おうかな。物事にタイミングはないので、すぐ行動することです。なので春もそろそろなので、私はちょっとね、家の中を結構片付けたりとか断捨離しました。なので皆さんも春に向けてなんか行動を一歩起こしてみたらいかがでしょうか。ということで、そろそろお時間になると思いますので、また来週は素敵なゲストの方、お呼びしてますので、楽しみにしていてください。では良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。イエーイ